ブンブンハ YouTube、どうもマサルです。今回はこちら Windows 11を搭載したゲーム機 AOK、OK、Zoe A1 というモデルこの国内モデルの発売がスタートしましたのでご紹介したいと思いますまあ厳密に言いますともうすでに注文できるようになっていますが実際の発売は11月になってからということで、えー、実際のところ予約を受け付け中という言い方の方が正しいかもしれません この製品はこんな感じで Nintendo Switch のようなスタイルではありますが Windows 11を搭載しいわゆる普通のパソコンとしても使うことができるモデルになっていますこの種の形状のゲーム機としましては Android を搭載したスマホ的なゲーム機というのも多くありますがこのモデルはパソコンを搭載したモデルになります ですので、ゲームをプレイするのはもちろんのこと、別にこれでネットサーフィンをしたり、何かワードやエクスなどを使うということも可能となっています。スペックは後ほど詳しくご紹介しますが、今回国内で発売されるのは合計4つのラインナップがあります。メモリー16キャーステージ512ギガで LTE 通信に対応したモデル。それから、同じく、 メモリ 16GB、ストレージ 512GB で Wi-Fi 専用モデルあと一番上のモデルはメモリ 32GB、ストレージ 2TB というモデルもありますもうここまでになってきますと普通のノート PC と比べてもスペックが高いモデルとなっていますのでその分価格も高く17万4800円となっていますただし普通にこのスペックのモデル クラムシル型のノート PC を購入しますと20万円を超えることもありますのでそう考えると実は意外とコスパの高いモデルとなっていますではこのモデルスペックはどうなのかもう少し詳しいところを見ていきますまず CP は AMD の Ryzen7 6800U を搭載しております8コア16スレッドで最大 4.7GHz プロの 携帯用のパソコンの中ではとてもハイスペックな CPU を搭載したモデルとなりますゲーム機ではありますがグラフィックにつきましてはどうしてもサイズの関係上単体の GPU チップを搭載しているというわけではなくこちら CPU 内蔵の Radeon680M が搭載となります OS は最新の Windows 11フォームメモリは 16GB または 32GB バッテリーにつきましては LTE モデルが1万 2000mAh 通常の WiFi モデルが1万 7000mAh となっていますあと CPU がハイスペックな CPU ですので冷却システムも重要になってきますがこちらは PC 用の大型ファンを中に内蔵して強制的に冷却できるようになっていますので 長時間のゲームプレイというのも安心して行えるようになっていますインターフェースとしましては通常のタイプ A 端子 USB3.0 のタイプ A 端子があるほか、タイプ C 端子は合計2つ両方とも USB4.0 となっていますあとはマイクロ SD カードスロットなどもついていますそしてこの製品は 任天堂スイッチのようなスタイルで使うこともできるためこ,こに左右にコントローラーがついています外観としてはこんな感じ拡大した画像をご紹介しますとこんな感じボタンの配置なども任天堂スイッチのような感じでまあこれが最近のゲーム機では一番無難なボタン配置となっていて特にかもなく不可もなくというか 普通に使いやすいゲームパッドがついています特徴的な形状をしていますが基本的には Windows ということでパソコン向けのゲームがプレイできるというのがこの製品の最大の特徴でもありますですので例えば Steam だとかパソコン用のゲームを配信しているサイトそういったところと契約している方はそういったゲームをプレイすることもできます新しい 注意点としましては、あくまで搭載されている CPU はモバイル用の CPU であるというところ、そしてグラフィックにつきましても、この CPU 内蔵のグラフィックを搭載しているということで、完全にスペックを要求するようなゲームをプレイする場合、その場合はあまり快適にプレイすることはできませんので、そちらは注意が必要です。 あくまでそこまでスペックを要求しないようなゲームをプレイしたいという場合、そういう場合であれば十分に実用的なスペックと言えます。CPU の処理性能としましては、大体こんな感じ。マルチコアの性能としましては、Core i9 の第11世代の CPU を上回るというグラフになっています。ですので CPU 自体はかなりハイスペックとなっていますが、 やはりゲームで重要なのは CPU の処理性能ではなくグラフィックの部分今回のこのモデルの場合 CPU 内蔵の Radion680M が搭載されていますのでこちらに足を引っ張ってしまわれますのでどうしても大きなグラフィックカードを挿しているパソコンに比べますと全然処理性能は足りませんのでそちらは注意が必要です一応公式サイトの方ではこのグラフィックの性能差ということで G-Force の MX550 と比べてそれよりも高いパフォーマンスを発揮するとなっていますがそもそも比較対象がかなりスペックの低いものと比較していますのでこの辺はあまり当てにはならないかと思います基本的にはライトなゲームをプレイするための端末ということになります一応こちら公式サイトの方に主なゲームのフレームレート FPS の値が掲載されています 意外とモンスターハンターワールドは優秀で平均でも 78fps 出ているということでこちらある程度は快適に使えますが一つここで注意点としましては解像度です解像度を HD 画質まで落とした時の fps が78ということで一般的には さすがにゲームをプレイする場合はフル HD でプレイすることがほとんどですので、この製品のディスプレイの解像と同じ1 9 2 0 × 1 2 0 0度とこれでプレイした場合が 60fps となります。あとはどうしてもスペックを要求されてしまうようなゲーム。f ラ r Cry 6。この辺ですと フル h d でプレイしてしまいますと 35fps ということでさすがにここまでなってしまいますとかなりカクついてしまいますので基本的にこの辺の重たいゲームは画質をかなり落として1 2 8 0 × 8 0 0と h d 画質にまで落とせばある程度はプレイできるかなということになってきますあれですので繰り返しになりますがとにかく快適にどんなゲームをプレイできるというわけではありませんのでその点は注意が必要です あと、詳細なスペックにつきましてはこちら、まあ、先ほど紹介しましたがこの製品の場合はこちらここで以前のゲーム機とスペックを比較していますがこの左側が今回のモデルになります CPU は AMD の Ryzen7 6800U グラフィックはその CPU 内蔵の AMD Radeon 680M 要はメモリにつきましては 16GB または 32GB ストレージにつきましては当然 SSD となっており 512GB1TB2TB この中から選択することになりますストレージはやはりゲームをプレイする上で重要になってきますので高速な PCIe4 こちらを使っています OS につきましては Windows 11 Home プロではありません。バッテリーにつきましては LTE モデルか Wi-Fi モデルかによって容量は異なりますが一般的によく使う Wi-Fi モデルの方が 17000mAh となりますデスレイにつきましては8インチ解像度は 1920×1200 ドットですので高画質でプレイしたければ基本的にゲーム側の設定もこの画質 1920×1200 ドット この解像度でゲームをプレイすることになります。本体のサイズにつきましては、まあ、ディスプレイサイズからなんとなく想像はつくかと思いますが、横持ち下サイで横幅 285mm、高さ 21mm、高さ 125mm で厚みが 21mm となっています。重さにつきましては、LTE モデルか Wi-Fi モデルかで異なりますが、 基本的には 700g 前後ということになります。対応しているゲームのプラットフォームは Steam、Microsoft Store、Xbox、GamePass、EA Play、EvikGames、DMMGames、こういったいわゆるパソコンで遊ぶことのできるゲームを配信しているサイト、これらには対応となります。なぜか以前のモデルは Steam しか対応していませんでしたが、今回は こののようににたくさんのサイトに対応となります、まあ、ここは進化したというよりも妥当なスペックになったというところですのでここはある意味当然といえば当然のスペックとなっていますサイズ的には8インチということで任天堂スイッチよりも一回り大きくまたどうしても冷却用のシステムなどを搭載しなければいけない関係上 かなり重たい製品にはなってしまいますが自宅などで気軽にゲームをプレイしたいという場合そういう場合ならばベッドの上でもゲームをプレイしやすいここが端末ですので使いやすいのではないかと思いますもう特徴的なところにつきましてはここまでご紹介したとおりとなります基本的には Windows を搭載したパソコンですのでパソコンで遊べるゲーム 極端にパソコンのパフォーマンスを必要とするというゲーム以外はどんなゲームでも大抵はプレイできます CPU がモバイル用の CPU の中ではハイスペックなものになったということで発熱が気になるところではありますがこんな感じで一般的なノート PC に内蔵されるような割と大きめのファンが搭載されておりこちらで強制的に CPU を増やすことができるということでこの辺も 長時間安心してゲームをプレイすることができます。あとはこちらカスタマイズできるところがあって、それはこちら、あこのサイドのところ LED の発光が変わるかと思います。これも自分好みに本体側で設定することができるようになっています。あとはこのように特にレースゲームなどに効いてきますジャイロセンサーも搭載しており、 本体を傾けますとその傾きをちゃんとゲーム側に伝えることができるようになっていますあとは意外とデザインもこだわっていてこれは見た目のデザインがこだわっているという意味ではなく持ちやすさ、ゲームのプレイしやすさにこだわった形状となっています例えばこの普段よく持つゲームグリップの部分この部分は背面が盛り上がるような感じになったりとにかく 長時間しっかりとホールできるようになっていますその他少し特殊なボタンとしてはこのターボボタンというのをついておりこれ何をするかと言いますと CP の TDP を切り替えることができます通常ですと 18W のところはこのターボ,ボタンを押しますとそれを 28W まで上げることができますのでより CP の性能を発揮しやすくなります インターフェースとしてはこんな感じです。搭載されている端子につきましては先ほどご紹介しましたが、各端子が搭載されている場所、それがこんな感じになります。本体下の方には Type-C 端子と MicroSD カードリーダー。あと上の方には USB3.0 の端子。ここはいわゆる A 端子になっています。それから Type-C の USB4.0 の端子。優先式のイヤホンを接続する端子。 あとは電源ボタン、ボリューム調整ボタン、こういったインターフェースとなっています。Wi-Fi につきましては Wi-Fi6 対応となりますので、こちらも安心して国内で高速な通信を行うことができます。そしてここも NintendoSwitch とかなり似ているといえば似ているんですが、ここに背面側にスタンドを内蔵しており、 家の中に入ることはできないような場合その場合はこのスタンドを使ってタッタンを作業するそういうこともできるかと思いますということでいかがだったでしょうか価格的には一番安いモデルで14万円程度一番高いモデルで17万5千円程度ということで ここまでご紹介したスペックなどからもなんとなく想像つくと思いますが意外とコスパの高いモデルとなっています、まあまあ、パソコンとして考えた時は画面サイズも小さいので果たして快適にパソコンとして使えるのかというところは少し疑問なところではありますが気軽に遊べるゲーム機が欲しいという場合そしてなおかつパソコン用のゲームを気軽に遊びたいという場合 そういう場合はこのモデル購入を検討してみるのでいいかと思います。なお誤解のないように言っておきますとこの製品は全ての方におすすめというわけではありません。なんといってもパソコンではありますがディスプレイサイズが8インチとコンパクトでなおかつこの製品はキーボードもついていませんのでやはりメインのパソコンとして使っていくというのはかなり厳しいところがあるかと思います。 そういう場合はもうゲームなどそんなにしないという方あるいはするけれど別にこういった特殊な形状のデバイスでやる必要はないという方そういう方もいるかと思いますその場合は普通に14インチとか13インチのパソコンを買った方が快適に使えますのであえて今回ご紹介しますこの小型ゲーム機これを買う必要はないかと思います とということで今回はこちら AO、OK、系、e、造ー A1 というデバイス国内モデルの発売がスタートしますのでご紹介しましたまあ誰もにおすすめというわけではありませんがこういった小型のゲーム機を探していたという方は購入を検討してもいいですしまたしっかりともう遊んでいるのではなくてちゃんと仕事に使えるようなデバイスメインマシンとして使えるようなパソコンが欲しいという場合そういう場合は この動画の概要欄に一般的なサイズ13インチとか14インチクラスの手頃な価格でなおかつスペックもそこそこ高いモデル販売ページのリンクがありますその辺も気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします